もちろん、すべてをかけたギャンブルを。ユメコ、昨日のあれ本気なの？相手はあの生徒会長だよ。一体何をやらされるか分かったもんじゃない。鈴井さん、心配してくださっているんですね。ありがとうございます。でもね、申し訳ありませんがダメですよ。あんなごちそうを目の前にぶら下げられては我慢できませんもの。止めたいわけじゃないよ。一番近くで見たいんだ、夢子のギャンブルを。